どうも、ヤマトランクスです。テイルズ・オブ・ベルセリア続きからやっていきたいと思います。今回はめちゃめちゃ久しぶりに、監獄とタイタニアに来ております。次期国王のパーシバル殿下も連れてきているんで、一体ここで何が起こるんでしょうか、進んでいきたいと思います。タイマシがいるぞ。様子がおかしい。しっかりしてください。首のない、くし、ま、亡くなりました。首のない騎士のゴム。うわ、いきなり猿来たぞ。猿、タイマシを襲ったのはゴーマか。また暴動が起こっておるのかい。クロガネ、ダイル、お前たちはモアナと王子を守れ。承知。猿ね。猿なら終わんぞ。油断しないで、暴動の生き残りよ。ほら、あまり強くないね。弱っ。話にならないわね。ただの雑魚ですね。聖領は囚人たちの制圧に失敗したのか。おかしいな。かなりの対魔師が配備されていたはずだが、孤独が行われたのかもしれん。孤独？ゴーマ同士を喰らい合わせることで、より強力なゴーマを生み出す下法だ。囚人ゴーマが食い合って、タイマシもかなわないゴーマを生み出しちまったってことか。暴動が起こったからですね。誰かさんのせいでの。何があったかは問題じゃない。ここを手に入れるために何をすべきかよ。死んだタイマシは首のない騎士のゴーマって言ってたよ。そいつが元凶かもな。なら探し出してぶっ潰そう。島を制圧するまでこの広間を拠点にする。王子とモアナはあんたたちに任せるわ。侵入する敵は全て排除して。分かった。あんまり期待しないでくれよ。モアナ、何かあったら私を呼んで。必ずあなたを守りに戻るから。うん、エレノアも気をつけてね。行くわよ。モアナもそれなりに強いと思うんですけどね。はい、じゃあどうしよっかな。この部屋も入れる？あー、こっちじゃないのかな。ちょっとこっち一応行ってみますか。外に出ちゃうんだよね多分ね。あ、行けるぞ。いけるいける。おーおーおーおお。え、でもここ行き止まりだよね。痛い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 。討伐完了。随分変わった立ち筋。いやー、ここいらじゃ大変な目にあったな。やはり行き止まりか。じゃあ猫スピだけ取ってさっきの広間に戻りましょう。さあ広場に戻ってまいりました。というわけで上かな、進むべき道はこっちかな。どこに行けばいいのやら、まあ、とりあえず行けるところをどんどん行くしかないですね。さあここも敵がうようよしている。島全体に汚れが広がっているな。一気に片付ける。よほど強い汚れを発するゴーマがおるようじゃない。ま、こんなもんじゃろう。よーし、ぶっ倒した。こっちかな、それともこっちかな。まずはこっちから行くか。ここも行き止まりっぽいな。あ、上行けるな、はしごで。こんなところあったっけ。
あ、宝箱があるだけですね。オッケーオッケー。じゃあ戻って、帰りはジャンプで行けるんですね。別のルートを探索していきましょう。この扉の向こう側ですね。開いた。とりあえずこのびっくりマークのとこ行ってみます。なんかいる。あ、また会ったわ、ね、ホワイトカメニン。なあ、忙しい、忙しすぎて周りのことが目に入らないっす。よく見てこっちを。ちょっと、なんでスルーしようとするの。できればお会いしたくなかったっす。お客さんに会うと赤字が膨らむんすよ。ベルベットに無理難題を強いられているのですか。おお、大魔師様、温かいお気遣い恐縮っす。別に強いてない。ただこいつが割増料金を取ろうとするから。割増料金、それは二重価格表示ということですか。ちょっと違うよ。不当な販売法は声量が厳しく禁じているはずですが。ギク、とんでもないっす。ホワイトカメ屋は25時間迷路会計、いつでもどこでも通常価格でお買い上げいただけるっすよ。助かるわ。エレノア、お客様の笑顔をあげといて。行商は大変でしょうが頑張ってくださいね。かわいいけど。恐縮っす。結局通常価格で買い物できますね。じゃあ一応なんか買っときましょうか。はい、こんなとこかな。じゃあ先を急ぎましょう。こっちですかね。奥は下りの階段になってます。さあ下にやってまいりました。うわ、ここもモンスターでいっぱい。マギル、暴動の原因が誰かさんと言っていましたが、ここで何があったのですか。なんだ、巡察官なのに聞いていなかったのか。大きな暴動が起こったとは聞きましたが、あなたたちを追いかけ始めたために詳細までは。それほどの事件でもないわい。ベルベットもわしもロクロもこの島に捕まっておっての。脱獄するためにベルベットが囚人たちをそそのかして暴動を起こさせただけじゃよ。まあそうだね。囚人たちを利用したのですか。そうよ、私らしいでしょ。ベルベットらしい。暴動はどうなったの。最後まで見届けたわけじゃないが、鎮圧されかかっていたはずなんだが、なぜか大魔師たちは消えちまってる。オスカーは報告のために帰還しましたが、警備隊魔士たちは駐屯を続けていたはずですが。撤退したのでなければ駆逐されたと考えるべきだろうな。首のない騎士のゴーマとやらにかえ。やれやれ、自業自得因果応報とはいえ厄介そうじゃの。後始末はつけるわよ。首のないゴーマ、なんかちょっとホラーチックですね。さあさらに下っていきましょう。なんかこっちで合ってそうですね。右行きますか。おお、あ、ここ六郎の刀があったところ、ゴーランがあったところかな。奥はどうなってる。あ、行けるね。さらに下へと進んでいきたいと思います。ここどこに繋がってるんだっけ、あんまり記憶にないな。入ります。いたね。目的地ですね。ちょっとスキットを見ていきましょうか。孤独、ゴーマを喰らい合わせて強力なゴーマを生む下法か。アイゼン、孤独ってのはゴーマを何匹食えばできるんだ。孤独に必要なのは数より質、強力なゴーマの強い汚れだと聞いている。そう、孤独の本質は食らった汚れと斧が汚れを混ぜ合わせ暴走させることじゃ。異常な力を得られる代わりに事故というものは完全になくなるがの。うん、
化け物を通り越してただの力と汚れの塊になるわけか。六郎、まさか孤独を試してみようなんて考えてませんよね。いや、当然考えたぞ。強くなる手段だからな。本気で言っているのですか？今更驚くことでもないだろう。ベルベットだって散々ゴーマを食ってる。あなたという人は。六郎の言う通りよ。復讐を果たせるなら何でもないわ。ベルベット、まさか孤独を行うつもりじゃ。心配はいらん。孤独なんて使わないさ。化け物になるのは構わんが、仇を倒すのは自分じゃなきゃダメなんだ。俺もベルベットも。六郎、それに孤独で生まれたゴーマをぶった切れば自分でやる必要はないしな。あなたという人は。めちゃめちゃのんきな話してますけど、目の前にいますよ。あれ、わあ。首なしの騎士、こいつが孤独の親玉か。体浮いてるけど。なるほど、凶暴そうだ。なーに、ベルベットほどじゃないわい。どうなってんのあれ、足と体の接合部分。二の肩こうかに。こいつどっから声を出してるの。中を覗いてみろ。覗きたくないな、この奴の中。ボンジュームクロー、ほら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 。容赦しない。消えない傷を刻んで走ろう。リーサルペイン、リーサルペインだ。あ、ピュッタピュッタ、めちゃめちゃピュッタ。あ、弱くない？え、なんか弱いんだけど。よし、これで一件落着だな。弱すぎるよ、ちょっと怪しいな。そうね、また感じた。まだ汚れが？うん、血脈点だよ。この島にもあるみたい。俺も感じる。すぐ近くだ。多分この真下でしょ。ベルベットがいたところだ。もともと捕らえられていたところ。ここは監獄島で一番厳重に閉ざされた特別監房よ。ラフィセット、どう？うん、ここが地脈点だと思う。地脈点に作られた特別監房ということは、ここに捕まっていたのはクーマ。そう、飢えたクーマがつながれていた。そいつは毎日放り込まれるゴーマを食らって腹を満たし、血まみれの唇を拭った。島に何百といるゴーマや悪党の発する汚れをカノヌシに送っているとも知らずに。ある日、からくりを知る女精霊が現れ、結界を解いてクーマを檻から出した。クーマはその精霊すら容赦なく食らった。そして、私は手に入れた弟の敵を討つための力を。ベルベットがクーマ。監獄島は囚人の出す汚れをクーマに食わせる餌場だったんだな。だがベルベットが脱走したせいで汚れが溢れた。モアナの村と同じことがここでも起こったんじゃな。そういうことか。アルトリウス様がそんなことをするはずが。そんなって、どれのことよ。病弱な弟を生贄にしたこと、クーマになった妹を監禁したこと、全部あんたが称える同志様がやったことだ。カノヌシの力を手に入れるために。きっと何かお考えが。どんな世界の痛みを止める。ふざけるな。あの子の痛みは誰が止めるんだ。
あの子の絶望は誰が癒すんだ。世界のためならラフィーは、私の弟は殺されて当然だって言うのか。とにかくこれでクーマを一匹探す手間が省けたわね。ベルベット、モアナ？モアナ？なんじゃ？怒鳴られて幻聴が聞こえるようになってしまったのかい？嫌な感じがします。モアナに何かあったのかも。でも、もう首なしの騎士は倒したよ。でも、気になります。お願いです。昼間に戻りましょう。はい、というわけで戻りましょう。何もないか。とりあえず登ります。なんもないよね。さっきの首なし手応えがなさすぎておかしいと思ったんですよね、ベルベットがクーマじゃったとはの。前々から妙なやつじゃとは思っておったが、それよりベルベットが叫んだ言葉が気になります。ライフセット、ベルベットがアルトリウス様の妹というのは本当なのですか？僕も初めて聞いた。もし事実ならアルトリウス様の戦訓を知っていたのも納得ですが。気になるなら聞いてみればいいだろう。ベルベット、お前とアルトリウスはどんな関係なんだ？じゃ、無神経すぎますよ、ロクロ。いいわ、全部聞こえてるし。アルトリウスは死んだ私の姉セリカの夫よ。私と弟にとってあいつは義理の兄だった。10年以上一緒に暮らしたわ。やはりそういう関係じゃったか。アルトリウスは弟を生贄に、妹をクーマにしたということだな。そんな、自分の家族を。関係ないのよ。家族なんてあいつの子のもんだ。子よりも善。理想の断りを実践しただけなんでしょ。おしゃべりは終わり。港に急ぐわよ。さあ急ぎましょう。汚れを食らうクーマ、それがベルベットの正体か。溢れた汚れが人をゴーマに変える。強い汚れは発した人間が死んだ後も残り、死体や魂をゴーマ化して暴れ続ける。それがアンデッド系やファントム系のゴーマだ。汚れを食らったからあいつが殺したゴーマは人間の姿に戻ったんだな。おかげでアンデッドとかにならずに済んだってことだよね。とはいえ死体として救われてもの、汚れだけを食らってゴーマを人間に戻せないのかな。無理だな。汚れには相乗効果で強まる性質がある。クーマが地脈点を通してカノの死とつながれば、周辺地域の小さな汚れを吸い込んでゴーマの発生を抑えることができるようだ。だが一度ゴーマ化するほど膨れ上がった汚れは人間の心のままに際限なく溢れ出す。そう、発生源を断たなきゃ食い剥がせない。それが私の力よ。ごめん。別にいいわ。私にとってもこの方が都合がいい。アルトリウスへの憎しみを忘れずにいられるか。地脈点から離れた以上、食らった汚れもお主の力になるんじゃろうしな。ええ、憎しみって名の力にね。なるほどね。なんとかね、人間に戻すことができればいいんですけど。というわけで急ぎましょう。お、モアナの姫。モアナの姫。え、首なし強そうバージョンいる。モアナ、助けに来たよ。エレノ、めちゃめちゃマガマガしいんだけど。本当に来てくれたね。約束ですから。首のない騎
あのゴーマ。強い汚れを出してやがる。こいつが孤独で生まれた本物の親玉か。ピンと納得じゃ。死んだタイマ氏は首なし騎士のゴーマではなく、首のない騎士と馬と言いたかったのじゃな。なるほどね。何でもいい、全部倒してここを制圧する。さあ、というわけで本物のボスというところですね。デュラハンか。参ります。オーギスファイラルヘル。ナイス。よし、ヒオーギ放って、ピュッタ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 。オラ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 。ウィンドランス、ドラゴニックドライブ、ドラゴニックドライブ。オラ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 、ドラゴニックドライブ。よいしょ。覚悟はいい。よぎくよ。セルモンならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。ナイス。ドラゴニックドライブ。いけいけアイゼン、頑張れ。わお。パンチ連打できるだろこれ。痛い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 。しびれたしびれた。え、なんかザコ出てない？ザコ、ザコ出てんだけど。痛い痛い痛い、しびれちゃうしびれちゃう。ちょっと待てよ、先にザコやってもいいけど。でもボスも残り HP 少ないから、いや、すぐピヨるんだけどこれ。ずれ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 、ちょっと待って、殺菌雑魚やろ。死んじゃう死んじゃう、その程度で。やばい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 、ごめん、回復するわ。アイテム使って先に雑魚やる。よし、決まった。いや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 、おら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 。あ、倒した？なんとかなりましたね。うわ、さすが孤独だ。さっきの首なし鎧より強かったな。首なし鎧？お前のことじゃない。一緒だね。え、え、モアナ！動いてる動いてる。なんか来たなんか来た。離宮にいたゴーマ。いや、汚れを吸い込みよったぞ。そやつはクーマじゃ。いや、その鷹は私の唯一の友、グリフォンだよ。ウソン。タバさんが近いうちに必ずと言ったのはこういう意味だったのね。殿下、なぜあなたがクーマを。だから言った通りさ、グリフォンは子供の頃からの親友なんだ。クーマになってしまってもこいつは私の。おおおお、クーマと知って逃がしたんだな。何を企んでいる。何も、私はグリフォンをただ逃がしたいだけなんだ。さすがは未来の国王第一王子殿下、わがまま放題じゃの。わがままか。そんなもの一度だって許されたことはないよ。王子とは人ではなく好奇だ。自分のことより国と民を優先するように作られるんだよ。例えば法律の勉強中に背中がムズムズしたら君ならどうする？背中を描くよ、普通に。私がそうすると不育係に皮膚が裂けるほど鞭打たれたものさ。マジ？国のための勉学より
かゆいという個人の感情を優先させたという理由でね。そんな私にとって、こいつが空を飛ぶ姿を見て自由を想像することが唯一の慰めだったんだよ。だがこいつがカノヌシの力に適合してしまった。星稜がクーマを作ってることをミッドガント王家も知っているのね。もちろんだ。王国は同志アルトリウスの断りと意志を全面的に支持している。だが私はこいつが閉じ込められ空を奪われることだけは許せなかった。どうしても私は警備の対魔師を欺き結界を解除させた。その時対魔師はグリフォンに襲われて命を。だからもう戻れないって。対魔師一人の問題ではあるまい。クーマを剥がせば王都の汚れも増大するじゃろう。全部わかっていた。それでも私は友としてグリフォンを犠牲にしたくなかった。天下世界より一羽の鷹か。鳥はなぜ空を飛ぶと思う？それはアルトリウス様の解剖学の本には、骨が軽くて翼を動かす筋肉にすごい力があるからだって。いや、飛べない鳥は鳥ではないからだ。私はそう思う。哲学的。事情は分かった。この島の中でなら自由にしていいわ。ただし逃げようとしたら殺す。いいだろう。星稜に対する人質としても使えるしな。承知した。グリフォンともどもよろしく頼む。話はついたな。じゃあアジト作りと行くか。なんだかんだ王子をね、仲間に引き込んじゃいましたね。さーて、アジト作りか。一体どんな風になるんでしょうか。ねえベルベット、エレノア知らない？あんたと遊んでたんじゃないの？うん、でもいつの間にかいなくなっちゃったの。なんか悲しそうな顔してたから心配。お願い探して。なんで私が？こらこら。わかったわ。もうすぐに泣くんじゃないの？だいぶ甘やかされて育ってますね。さて、セーブポイントはないのか、ここ。なさそうですね。とりあえず周りのみんなから話を聞く、そんな感じでしょうか。というわけで、今回はキリがいいので、この辺にしておきたいと思います。また次回もご覧ください。